ただの一発ギャグ。私最近重大なことに気がつきました。イカとタコの足の数が違うとかそんなところだろう。バカにしてんのか。そんなしょうもないことじゃないです。最近気がついたんだけど、私言うてそこまでラインマーカーに依存してなくね。まあそうですね。リッター倒してこんな顔するやつは超依存してると思うよ。メガ本記念激気もプリクラ。皆さんやっぱろう。いやわかってるんです。ティムギュー使ってて未だに追撃にポイズン投げたりするので、もはや体の一部とかしている霊夢よ。おいっす。そりゃ一生使ってるんだからそうなるでしょうよ。ウルショはただの体の一部なマリサだぜ。というわけでティムギューから戻ってくるたびに、ラインマーカーの便利な点を再発見するシリーズやっていきましょう。完全に汚染されている。もはや認識栽培してくる SCP ですね。ちなみにホラー嫌いなくせに SCP は割と好きな方です。わけわかんねえなほんと。人間一言で語れるほど単純じゃないってことですよ。確かに普通の人よりお前の方が複雑そう。とデカデカ出ることによって、ゴミタンクをごまかす算段ですね。いや本命はこの会話をすることで大外ししたラインマーカーをごまかすためです。自発してるじゃねえか。ごめんそんな落ち込む。心が折れたので敵陣特攻していきますね。一人は味方のためにラインマーカーしておきまして、もう一人はゲッパのところを撃ち落としましょうね。ローラーがナイス抑えだな。味方が交戦中なので当然カバーから再入戦ですね。ちなみにさっさとメインで近づけばいいのではと、そう思考する前に先にラインマーカーを投げていました。反射反応ですか。いいとこ来れたのでここで神タンクかな。とても仲のいい親の兄弟の子供。それいいとこ塗り場がなくなっちゃったから引いたんだけど間違いだったかな。場所はどうであれ神タンクで活躍すればどこだっていいでしょう。よしメイン頑張るか。高台から降りたのは大ミスでした。危ね。急にゴムはダメです。倒したけど雨が。ダンスの角に小指ぶつけるだけで死んでしまう。割とダメージとしてでかくね。にしてもよく生き残ってるな今の。これももう残り体力ごとかですね。ゴキブリ並みのしぶとさあるな。ゴキブリの動きぶり。あ、なんか勝ちました。もっとちゃんと説明して。このギャグの発案者はさすまたさんでもうぷ主でもなく、うぷ主の中学の時の友達が放った神のギャグです。ギャグの出所の説明じゃねえわ。まるで実家のような安心感。持っていないだけでなんだかそわそわします。しっかり依存してて草。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは変わってガチ破ら。ステージはナンプラー遺跡だな。では V と表記する数字は何でしょう。ビビるぐらいしょうもないんだけど。そんなわけで、ヤグラといえばブラスター。ブラスターといえばのエリデコ使っていきましょうね。確かにエリデコも弱くはないけども。ということは明日の最強ブラスター決定戦は参加するんですね。ホトブラと戦いたくないので参加はちょっとな。バリア止める方法ないもんな。そもそもブラスター界隈ってよく知らないんだけど、エリデコってどういう立ち位置なのかしらね。足かせておってる割に普通に見かけるからクソ強いのでは。足かせ言うな。天からの授かり者と言いなさい。天からの罰ゲーム。言うてロンブラとホトブラがよく見かけるから強いんじゃないですかね。それらよりも射程長いから普通に強く出られそうなもんだけどね。一角がないのがきついけどそれ以外で戦えばって感じかしらね。まあ、実際はバリアとか一角にめっちゃ苦しめられそうだがな。そういう時はこれで一挙解決よ。メガホンさえ溜まってれば最前線だって張りに行くこともできるからね。それやるのお前だけだわ。あ、さすがに許されないですか。このチャージャー3枚抜きしてね。よしじゃあもう一発ヤグラに飛ぼう。話聞いてた？大丈夫ラインマーカーからの。ちょっと惜しくなかった。ちょっとは惜しかったけども、こういうゴリ押しが聞けばブラスター決定戦でもいけるかも。でもブラスター上手い人ってさ、遠近関係なく射程内なら直撃当ててくるから無理では？スーパーラインマーカーバトルに変えません。イベントごと別のもんにすんな。むちゃくちゃ遠距離から遠距戦術してれば良さそうかしら。言い方悪すぎるけどまあ距離感保って戦うのは大事だろ。ブラスターオンリーだからラインマーカーばっか投げてたら、それこそ地獄みたいに塗りが終わるかもしれないけど、ラピブラ系統ってブラスターの中でも結構濡れる方な気がするから、塗り物として担いでいくのはなかなかありかもしれないわね。よしじゃあブラスター決定戦に参加してみよう。
うかなと決意したので、試合の方見ていきますか。でもほら試合の話ばっかりするとあれだから面白い話しないと。このコメント引きずりすぎだろ。いやーこれ昔あった話なんですけど。ノリノリじゃねえか。当時の私は自他ともに認める完全なボッチちゃんだったんですね。暗い話始まる？とある時に教室で自習になって、当然話し相手なんて一人もいないのでアニメを一人で聞きながら自習してたんですよ。悲しすぎるわ。そん時流してたのが生徒会役エンドモっていうアニメで、まあ平たく言うとピーオン満載のアニメなわけですよ。音の聞こえが悪いと思って音量を上げたところですね。なんとイヤホンが半差しになってまして爆音でピーオン連発が流れまして、静寂していた教室中に響き渡るという、この世の地獄を経験しました。もはやこれただの怖い話。どうですかこの話面白かったですか？悲惨すぎて笑えねえわ。大丈夫大丈夫この話全部、マジでうぷ主のガチの実話だから余計に笑えねえわ。前動画ごとにトラウマ言うことになるけどそれでいいの？それ言い続けることがトラウマになりそう。今ビーコン壊れたからそこいる。人が真剣になったらこれだよ。ちなみに今のビーコンは単に壊してくれてただけですね。というかそっち見てるせいでチャージャーに見向きもしなかったわ。よしじゃあ私が代わりに迎え撃ってやろう。ドリンクあるから実質1回無料みたいなもんだしな。あ、ここのビーコンに多分飛んでってるわ。それなら任せておいてください。いやお前リデコだから近寄るな。赤スパ相手だぞ。一発当てておいて。宮子さんお願いします。ゲーシは上手くなくないんで。スワットク商法ビーコンは抑えたんであとは前にゆったりです。なるほど。こういったりなら私に任せろ。一歩上がり、チレットやるにはやりすぎだろ。私のメガホンが完全に無駄吐きになったけどチャンスはチャンス。頑張って上がれるところまでは頑張ってみよう。よしもう一回チャージャー芝居てこよう。怨念がすごい。相手チャージャーからしたら怨念どんなところに怨念って感じ。マリサがクソしょうもないこと言うせいで全滅しましたけど、おかしいな。相手を報復絶倒させてかつ三段だったんだけど、鼻で笑われるだけだわ。お互いにドリンクがいるから微妙に攻めきれてないのかしら。前衛の仕事が重すぎるのが原因じゃないですかね。どうにか頑張ってください。私もなるべく前に行くように頑張りますんで。待ってこれ絶望。4人、よく赤スパ相手に勝ったな。丸見裂きちゃったからさすがに引かせてもらうわ。あぶね、弱体化前だったら普通に爆風でおだぶつだったのでは。おう、メガホンに吸引機にめっちゃスペシャル飛んでくる。そんなに私は敵にとって脅威なのね。武器が強いだけだろ。悲しくなるからやめて。この微妙な距離の爆風の質、全然攻撃してる感じないけどアシストめっちゃ出てるんだけど。うち存じなしでお願いしますよ。当てたけどザミナーが凄すぎてまたアシストだったわ。さて何度目かのワイプアウトでもうノックアウト一体。あ、当たってたのビーコンじゃなくて敵だったのかよ。うわこっちめっちゃ来るじゃん。あ、ギリギリ間に合わんかった。ドリンク効いてるから50万で許す。全然許してねえじゃん。インク回復させたらメガホンあるんで私も前に出ますよ。メガホンとラインマーカーがあれば正直メインが何でも強いわ。めちゃくちゃ逃げられたとしてもその逃げた先にメインでちょっと触ればいいだけだからね。メガホンの火力が上がった恩恵がもろに効いてるな。1メガホン1キルはもはや確実と言っていいかもね。エリデコにあるまじき場所でヘイト稼ぎして終了。やはりエリデコといえばヤグラですわ。前線は晴れるしヤグラ上にもアホみたいに強いからね。ちなみに全部銀賞ですけどその辺はどうでしょうか。結構頑張ってた気がするんだけど。まあ銀賞でも頑張ってるからよしとさせてくださいよ。次回はブラスター決定戦の動画になるかもってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるからまた遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな。よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。